うです、北は海道です。いや、こう、なんですかね、こうゆったり走るのもいいですね。ね、夏の暑い時はもう少しね、爽快に駆け抜けたい気持ちでもあるんですが、やっぱ田舎道はね、どうしてもなかなかね、生活の道ですからね。はい、右手に角島、グッバイ角島。ジェットスキーショップ。おお、さっき寄りました、北浦街道ホホグ。で、前はね、軽トラが先導してますんでね、いい感じ。はい、もう原付だったら最高っていうようなねスピードで行ってますけど、はい。なんかね、ボックスがないと風の抵抗なんか受けないような気はするこれが普通なんですけど、はい、うん、あ、 ありがとう、うん、あ、こっちから海水浴が見えますよ、ゴミ先生。どうしました？おっす。はい、高山、唐揚げ。ね、はいはい、取れないんですね。はい、じゃあ次は山手を取って帰りましょう。うん、はいはい、はい、波乗りチャリ。ありがとうございます。お、進みますね、気持ちいいですね。ありがとう、この一言でいい気持ち。これぐらい読めないとダメですよね。読めるスピードでいかないとダメということですね。ね。ロイガ浜人類学ミュージアム。そうです。人類は摩擦によって進化していく。摩擦熱。はい。お嬢さんファクトリーさんの元ブログ結構伸びますね。ありがとうございます。そうなんですよね、そんな暇はねえって感じなんですかね。はいはい、入れてます。もう入れてます。入れてます。あ、わかりました。わかりました。
あの ETC は僕ファミリー予算つけたんで、もうだいぶ昔っすね。はい、ないですもんね。はい、あ、今のところないですよ。あの二輪、そうです、そうです、二輪車用ですね。もうき、はい、そうなんですよ。そうです、そうです。でも、うん、うん、あ、はい、プーさんがいました。プーちゃん、マネー叩きつけてやれですね、本当。はい、俺だったら叩きつけんで普通にやめますけどね。その金ももったいない。あ、こっちからは今度は海が右手に広がりまして、海がまた見えますからね、嬉しいですね。今日はね、ゲルザブもつけてないんですけど、もともとこのコーズシートがあるじゃないですか。コーズシートはあれなんですよ、ちょっと柔らかいんですよね。柔らかいっていうか、そういういいやつが入ってるらしいんですよ。定価が結構な値段するんですけど、なんと私は中古で買いまして、仕事帰りにファミリーユーザーの中古部品部門の下曽根にあったんですけど、そこに書いて、あ、書いてしかあったんですよ、工事シート。コンセートな、その中古があったんですよ。で、もうスーパー即決で買いました。19,300円とかで買ったんじゃないですか。やったーって思って買い、持って帰りましたよ。はい、コンセート。世界の人たちに見てもらってるんで、せめて英語くらいは発音きれいにしたいなっていうのは、はい。はい、ひろゆき Z って言ってますけど、ひろゆき Z ですからね、世界に向けて発信するときは。はい、だから川崎の ZZR っていうバイクを、多分なんかかっこつけて ZZR って言うじゃないですか。あれ多分発音があっちの発音と混じってる。だけどですね、ZZR っていう発音を気にするのが、ZZR って言うんですよね。ひろゆき Z です。今ですね、高瀬の河原そばをですね、しこたば、はい、食べましたんで、もう、はい、もう終了です、今日は。いいですよ、いいですよ、そうでしょ。もう、そうですね、もうお腹いっぱいなんですけど、頑張ってですね、今から角島の方に向かっていきたいと思います。さあ来てますよ、これ、ひろゆきZさんが。かっこいい、今日ボックスがついてない。今日ボックスがついてない。はい、ひろゆきZです。53ファクトリーさんとね、角島に、無事に来れることができまして、今角島っていうところにおるんですよね、私らは。で、今から角島大橋という橋を今度は渡って帰る。はい、もう見てください、これ必殺タンク乗りとかもできますんですけどね。はい、わあ、すごいね。
綺麗ですね。